あれ、それ以上ある？あれ、マジ？いやー、これなんかハイブリッドモデル並みやぞ。そんな燃費変わらんぞっていう、これ今びっくりしました。カタログ燃費より実燃費の方が上っていうね。安いっしょ。182万2700円。これガソリンモデルなんで、あの 1.3 リッターになりますね。あとやっぱこの辺のね、どうしても下回りのこの仕上げがね、まあちょっと若干樹脂っぽい感じはするけども、全然いいじゃないのこれ。全然いいじゃないの。今日ね、これほら試乗できるんですよ。試乗できるので、今日もねちょっと、コロナ気をつけながら、試乗の方してみようと思います。ほら、ホイールも鉄筋なんですよね。ほら、後ろもよくね、これ。ほら、センサーがね、やっぱ新しい車って多いんですよ。ちょっとね、内装を見ていこうか。はい、では、お邪魔しますと。あれ？なんかメーター違うぞ。見てん、これ。こんな感じなん？初めて見た。せやけど、ちゃんとほら、ホンダセンシングついてるよ。これ、ACC と LKS、ほら、車線をね、こうくくっと読み取って、ハンドル調整してくれるやつ。あ、っていうか、ハンドルちょっとやっぱさすがに安っぽいか。ちょっとかなり、うん、昔のちょっと安い車の握り具合。うん、ここもちょっと頑張ってほしかったけど、まあこんなもんか。っていうか、このシート、おしゃれはや。これ、触ってわかるんですけど、この辺が若干硬くて、背中に当たるところとか太ももとか、その辺ね、結構ね、そのウレタンの厚みとか結構考えられて作られてるらしいです。わー、で、そうそう、これサイドブレーキなくなったからね、広い肘置きが欲しいところやけど、まあ我慢するか。うん、ブレーキホールドがあるね。しかも電子パーキングやで。これちょっと一昔前までもう高級車しかついてなかったんですよ。いうか、まあこれもうこれしかないんですよね今ね。マニュアルもないし、もうオートマしかないし、ちょっと後ろもええよな。後ろもそんなに変わった様子はない。そうか、やっぱここの段差は出るか。若干、あ、でもハイブリッドよりはちょっとなんか段差がそんなにって感じやけど、あ、どう、あんま変わんね。あー、いいシートね。いや、このシートなんかセンスええよな。あ、そっか、こう肘置きは出てこないんやな。で、やっぱね、この極細 A ピラー、これが今回のねフィットの売りですよね。あの、乗り込んだ時すごいパノラマビューで、いや、いいなと思いました。ではね、試乗の方を閉めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。こちらの車ね、1.3 リッターのガソリンエンジンになりますね。いや、やっぱエンジン音はするな。で、ちょっとやっぱロードノイズ若干入ってくるけど、これなんか差別化してんのかな。やっぱリュクスとかはもうちょっと静かやったような気もする。で、やっぱね、これ乗った瞬間やっぱこう気持ちがいいんですよね、フィットって。なんかすごいパノラマビューで、やっぱこの極細 A ピラーはやっぱかなり今回これね、フィット効いてると思います。まあ意外とね、この天井高が高いんで、乗っててね、やっぱ広い車に乗ってるなという印象があります。ああ、この、メーターが面白い。やっぱ上にこのタコメーターがね、あるんで、なんかその辺がビョコビョコ動くんで、やっぱ、あ、ガソリン車に乗ってるんだぞっていう感じはしますね。で、まあやっぱこのガソリン車でも、ナビをいいのつけると、やっぱ違うんですよ。先進的な車に早変わりっていうね。このナビ、これ何インチ？ 9 インチぐらいあるんちゃう？大きい？すごい。なんか最近のナビってね、本当に先進的なんですよね。ああ、これ今アイドリングストップしてたんや。ハンドルがガチってなったんで、あれ？と思ったら。ああ、まあ停車時は、まあエンジンかかってないんでね、静かでしたね今は。で、最高出力が98馬力です。で、最大トルクが118ニュートンメーターですね。まあスペックだけで見ると
あまあ 1.3 でそんなもんかっていう感じなんですが、あの実際ね乗ってみるとなんかね軽いんですよね。なんかね無駄にねパワーを逃がしてないっていう感じがしますね。効率よくこのエンジンのパワーをタイヤに伝えてるなという感じがします。まあ、これねなんか久々にガソリンピュアなガソリン車乗ったんで特にそう思いますね今では。ちょっと前が空いたので踏み込んでみようと思います。うん、ちょっとさすがに踏んでからちょっと時間かかります加速するのに。これやっぱそうよね CVT ね。これあれかスポーツモードはないんやな。イーコンモードはあります。踏んでからうーんって感じ。後半の伸びはいい後半の伸びはいい車。俺まだこれ559キロしか走ってないんですが、あの平均燃費が23ってね。これ今これ実燃費ですよ23。ハイブリッドでも下手したらこれぐらいいかない時ありますよね。これちなみにねこれガソリンモデルカタログの燃費表記で WLTC モードが 20.4 キロパーリッターなんですよ。あれそれ以上あるあれマジ。いやーこれなんかハイブリッドモデル並みやぞ。そんな燃費変わらんぞっていう。これ今びっくりしました。カタログ燃費より実燃費の方が上っていうね。でまあこのガソリンモデルはまあね昔ながらのこの技術があるのでまあ値段もこう抑えられるという感じなんですかね。結構ついてるんですよねこのさっきの電子パーキングとかブレーキホールドとか、あと ACC でねこれ LKS もうこんなのついてるのって本当にね一昔前高級車しかなかったですよ。まあ、ただちょっとあの K とかねあの乗り比べたらあの皆さん分かると思うんですけど、やっぱりねあの NBOX もかなりいい車で、いやこれ本当に K に乗ってるのかなと思う時はよくあるんですが、やっぱねこの 1.3 リッターでこのねボディサイズってなってくるとやっぱり差があるんですよ。やっぱりあフィットかと、やっぱり K とは違うなーっていうのがね結構乗っててこれ感じます。なのでまあ K の方がねそれは維持費は安いと思うんですが、やっぱり車をねよく乗る方とかまあ長距離ねこのフィットだったら長距離十分乗れますっていう方はこのやっぱフィットを選んだ方がいいと思いますね。はい、というわけで今日はこのフィットの 1.3 リッターガソリンモデル、ベーシックを乗りました。いやーこの価格の安さに今驚いております。やはりね今度はホンダの方でも2040年にこのガソリンモデルがもう一切廃止されるというニュースを見ました。でハイブリッドカーも実はなくなるんですよね。なので私が心配しているのは、まあ、車はもう走りゃいいんだよと、そんなにもう高級志向じゃなくてもいいっていう方はやっぱコスパね値段の方をやっぱ重視するわけなんですよね。なのでやっぱああいったねバッテリーを積んだEV カーとか水素燃料電池車とかに関してはどうしても車両価格が上がってしまうということで、その辺ねやっぱ車両価格を抑えたこの150万ぐらいで買えるようなフィットクラスの車を出せるようになったらもうそれはすごいなと私は思います。まあその辺ねちょっとやっぱりこの安い車はやっぱ絶対需要がありますんで、その辺ね残していただきたいなと思っております。はい、というわけで、今日は、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方でね車の方をレビューしております。こちらの車全国のホンダカーズでも買えますので、お近くの、ホンダカーズに、ぜひとも行ってくださいね。そして、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、フィット、ガソリンモデルの 1.3 リッターのご紹介でした。じゃあね、バイ。